広島色芝居今日はホンダ便利50の駆動系のオーバーホールをしてあげたいと思います今回の作業は便利50、110、プロ全部共通となりますで私たち一般の人がですね DIY で整備する分には消耗品の交換それこそ クラッチ臭、ドライブベルト、ウェイトローラー、これが消耗してたら交換するっていうだけぐらいで大丈夫です。そこからもう一個突っ込んだところに行くと、ファイナルリダクションとか、あとクラッチを分解して、ローラーベアリングとかですね、その辺の作業になります。今回はファイナルリダクションを除く一般消耗系、左クランクケース側ですね、これのオーバーホールをしてあげたいと思います。ちなみに、キックが降りないとか、左クランクケースカバーの方ですね、 これに関してはもうオーバーホール組み立て方結構難しいんですよねアップロードしてますので概要欄の方に貼っておきますそしたら早速作業していきたいと思いますそしたらここから作業開始ですまずは左クランクケースカバーを開けていきますホンダベンリーはキックペダルを外さないと開けれないので上から12ミリで外してあげます ボルトを外すとキックペダルが外れます固着している場合はシリコンスプレー拭いてマイナスドライバーをここに上げて口を広げてあげますすると簡単に外れますこれですねそのまま六角穴付きボルト3箇所ありますのでこの3つを外してあげますこの六角穴付きボルト系は頭をなめるとめんどくさいことになりますので丁寧に作業してみてくださいカポッと外れますこのカバーを外すと前方に2つほどボルトが見えますこれを 8mm で外します すると左クランクケースの前側の小さいカバーが外れますあとは同じく8ミリで8箇所1,2,3,4,5,6,7,8とボルトを外してあげます1,2,3,4,5,6,7,8でこの時前方に2個ここに見えるんですけど左の前によるとぐーっと近づくとここですねこの前側は外す必要ないです そしてここから車体の上を除くとアクセルワイヤーを引っ掛けるフックがありますのでそのフックからアクセルワイヤーを外してあげますこの状態にして左クランクケースカバーを開けてあげます固着している場合はプラハンなどで叩いて開けてあげますグリグリグリとですねこれで左クランクケースカバーを外せますこれの裏側のオーバーホールに関しては組み方ですねもうアップロードしてますので概要欄に貼っておきます冒頭にも言いました そして先ほど言ったアクセルワイヤーがかかってたフックはこれですね。見えませんでしたけど、あとは部品を外していくだけです。クラッチとベルトとドライブのプーリーですね。これを外していきます。クラッチ側は動きますので、ユニバーサルホルダーで固定して、頭1 9ミリです。ナットを外すと、クラッチアウターが外れます。今、落ちましたけど、ワッシャーもついてますね。取り付けの時にまた注意です。 クーリー側はヤマハ社と違って穴が開いてませんのでギアホルダーなどホンダ車のみですねあとクラッチセンターホルダーとかですねまあ何でもいいんですけど固定さえできれば大丈夫です1 7ミ、mm、リソケットで外しますナットは落ちちゃいましたけどナットワッシャースターターラチェットフィンですね同時に外しましたけどこれらを外します削れがないかのチェックとかはですねあとで全部したいと思いますそしてドライブフェイスも外してあげます これですねそしたら奥にベルトが見えてますのでクラッチとベルトを一緒に外してあげますオーバーホールしなくても交換するだけでもだいぶ違いますよねそしてムーバブルドライブプレート全部ですね残りを外してあげますボスもあります一番奥に指を突っ込んでグリグリグリと垂直に押し出すと取れますこれがプーリーボスですねそしてムーバブルドライブひっくり返して蓋を開けるとウェイトローラーが入ってます この辺は消耗激しいですので、交換頻度は高いですので、見慣れてる人も多いと思います。ランプレートとスライドピースもですね。あとはオイル漏れがないか確認します。前側のベアリングのところはエンジンオイル。後ろ側のシールのところはトランスミッション内のオイルですね。漏れてたら交換です。漏れ跡がなければ綺麗にしていくだけです。パーツクリーナーは後ろ側に関してはシールになってますので、 ゴム部分にかからないようにだけご注意ください。前側はベアリングのプレートですので、金属ですので大丈夫です。こっちが後ろ側ですね。こっちだけラバープロテクタントで洗浄してあげます。もう漏れがないことをとにかく前提ですね。もう漏れてたら交換するしかないです。 これで中もきれいにして部品の取り外しも完了です。で今回はセルモーター側、スターターピニオン省略します。指導における駆動系はキック側、左クランクケースカバーの外側ですね。先ほどももうアップロードしてますと言った。どこかで区切らないと全てになっちゃいますからね。そしたらドライブプーリー側とドライブベルト、そしてクラッチドリブンプーリー側ですね。部品ごとに分けて点検洗浄。 悪ければ交換としていきたいと思います左から外してきた順ですねきれいに並べておくと取り付けの時も苦労しませんこれで外し作業はすべて完了ですそしたら1個ずつしていきますまずはドライブプーリー側ウェイトローラースライドピースあたりがメジャーどころですねウェイトローラーは摩耗限度 15.4mm となってますけど基本的に一般消耗駆動機は見た目で分かりますのでもう段付きがあったりしたら交換してください あくまで摩耗限度はギリギリまでの限界のところってことですね。そしてプーリーボス、ここも摩耗していきますので回転しますので、ここが外径19.97ミ、mm、リまでとなってます。これは両サイドの端っこ側がいいですね。内径は関係ないのかな外側だけです。もちろん再利用できるものは使用して構いません。これぐらいですかね。あとはワッシャーですね。ワッシャーは潰して止めるものなので、 クシャッと潰れれててないか確認して使えれば、OK、スターターラチェットは凹凸部の凸のところですね。ここ削れてたらキックが引っかかりませんのでご注意ください。あとはスライドピース。これはプラスチックでできてますので割れがないかですね。これがしっかりしてないとムーバブルドライブをしっかり水平に押し出すことができませんのでこれも大切です。あとはムーバブルドライブの内径。ボスでいう外径と当たるところですね。ここは摩耗限度が 20.17mm となってます。 ここは問題なかったですね。問題なければそのまま再利用できるものはして大丈夫ですので、ウェイトローラーの削れかす、ベルトの削れかす、クラッチシューの削れかすなどがこの中で蔓延してますので、すべて洗浄してあげてください。 そしたら、今回はウェイトローラーは交換してあげたいと思います。これは向きが関係あるやつですね。そして、ムーバブルドライブの後ろ、ベルトの当たり面ですね。段付きがないか確認。低速だと真ん中より高速ばっかり出す人は外側が削れていきます。段だ々んだんになってたらさすがに交換ですね。これは大丈夫です。そしたら、ウェイトローラーは向きを確認して、このカバーですね。おもりの外側に黒いカバーが見えると思うんですけど、これがですね、包み込むように機械で入れられます。 グッと押し出されて、これで見るとですね、今、上側がかぶってます、こんな感じで、カポッと。で、後ろ側がまっすぐなってます。ということは、機械でこちらから入れてるということですね、こっちから抜け出すので、走行の回転方向に、このかぶってる方向を持っていきます。バイクによって、ムーバブルドライブの付き方、向きが違いますので、ここをちょっと1回はめ込んで、イメージした方がいいですね。こんな感じでついて、こっちに便利は回ります。 ですので、回る回転方向の先が被ってる方ですね。画面で言うと、半時計回りに回ってますので、左側に被ってる方を向けて入れるという形ですね。6個とも全部ですね。で、グリスは塗る人塗らない人いますので、今回は塗らない方向でいきたいと思います。基本的に私は毎回塗りません。持ってる台数が多いからですね。そしたらこれで OK です。次はスライドピース。スライドピースもグリス塗る人塗らない人いますけど、 洗浄してランプレートにはめ込んでいくだけです。今回は取り寄せしてませんので再利用していきます。プレートの方の四角い部分と V の字部分あるの分かりますかねこれの四角い方にどんどん入れていきます。一個飛ばしになってますね。こんな感じでカポッとはまります。1、2、3と3箇所入れてあげます。これをひっくり返してムーバブルドライブの凸凹ココになっているところありますので、そこと溝を合わしてカポンと落としてあげます。 これで OK です。くるんとひっくり返すと、このベルト面の方にプーリーボスが入る形ですね。この状態になります。これでドライブのプーリー側、すべての部品、点検、洗浄、交換方法終わりですね。一旦避けておいて次へ移ります。次はドライブベルトに行きましょうか。 そしたら便利のドライブベルトですね。もうドライブベルトは見たまんまですね。まずは目視。この内側のギザギザ、破損とかですね、外側見て、ひび割れとかある場合はもう交換です。ちょっと光の関係でどうしても見にくいですけど、ひび割れてるの分かりますかね結構ひび割れ全体にありますので、もうこれは完全なる交換です。一応、使用限度の幅っていうのがありまして、それが18ミリを切るともう交換ですね。実質新品が19.5ミリかな。 1>, 1 5ミ、mm、リぐらいは削れてます。これ1 6 9ミ、mm、リ刺してますけど、これによって最高速まで行きませんので、端っこまで行かなくなっちゃいます。もちろん出だしも悪くなります。この内側のギザギザなくなるところ、ここふにゃふにゃになりますので、こんな感じで1箇所破けるとプーリーのボスにはまって、さらにここからどんどん破れていきます。そしたらこれ新品ですね。今回は純正品ではありませんけど、これ使います。便利プロ AA03 共通用となってますね。もうこれに交換するだけです。 これで便利のドライブベルト点検交換も完了です。残る作業はクラッチだけですね。そしたら最後クラッチ側の部品一式ですね。すべて用意してあげてアウターからいきましょうかね。まずは外側。どうしてもアウターの中にはクラッチシュー、削れカスとかですね。もちろん同じ部屋なのでベルトの削れカスなんかもあります。全部綺麗にしてあげてピカピカにしてあげます。 で、このクラッチアウターは非常に大切で、タイヤへ動力をつなげる視点となります。このアウターの内側ですね、内側にクラッチシューがへばりついて、タイヤへ動力をつなげる、クラッチがつながる状態になります。摩耗使用限度は107.5ミリとなってます。何気にギリギリですね、円形の端から端以外に難しいですので、もう何箇所かですね、4箇所、5箇所と測ってあげて、107.5ミリ以上削れてたら、もうこれより広ければ交換ですね。 そしてクラッチシューの確認ですね。このクラッチシューはめちゃくちゃ削れてます。前回動画とつながってるんですけど、ここは削れると、クラッチアウターの内径をガンガン削っていきますので、ご注意ください。全然違いますよね、新品と比べても。これはもう単純に交換となります。そしたら、クラッチナットを外して、クラッチシューを交換していきます。ちなみに今回はドリブンプーリー側の分解もしていきます。 まずは 39mm ソケットを使ってドリブンプーリーナットを外してあげます。こういうド、でかいやつですね。ドリブンスプリングは強力ですので縮めてあげないといけませんのでクラッチスプリングコンプレッサーなど専用工具持ってる人は使って縮めた状態で作業をしてください。私は持ってませんので手と足で今回は作業していきたいと思います。この中にあるスプリングですね。油断して外れた時スプリングの反動で顔面に当たったりすると危険ですのでご注意ください。 手と足でで両方押さえながらですねスプリングは絶対に必要以上に縮めないこととあるので素早く作業をしてくださいナットもちゃんと外さないと中途半端に外してるとこの跳ね返りでですねバーンとこんな感じで勢いよく上に上がってきますのでご注意くださいそしたらナット外してクラッチシューアッセンブリ外してドリブンスプリング外してドリブンプーリー側ですねさらに部品が分かれましたね とということでまずはクラッチシューアッセンブリですね。でこれはですねクラッチシューアッセンブリでも交換すれば終わりです。ひっくり返すと分かりますけどこうスプリングありますよね。クラッチは1個1個クラッチプレートとかで作られてますのでこれアッセンブリでも売ってますのでこれ1個でする方がいいです。1個1個する場合こういう引っ掛けを使って外して組み立てていくだけですけどまあドラムブレーキみたいなものですね。めんどくさいので一式で交換したら作業完了です。 そしてクラッチのドリブンナットに関しては薄型ですよね。斜めになったまま無理やりインパクトなどでねじ込むとすぐ舐めますのでご注意ください。それの確認ぐらいですかね。で、ドリブンフェイススプリングです。これの自由長、限度は97.41ミ、mm、リです。どうしてもスプリングですので縮んできます。で、それの限度が97.41ミ、mm、リとなってます。一応ですね、バネの場所によってかなり 1mm、2mm 変わることもありますので5箇所ぐらいでですね測ってあげてくださいこれも問題なさそうですね再利用していきますそしたら最後ドリブンプーリー自体を分解していきますのでこの3点は避けておきますもう点検交換完了ですねこの中には大切なベアリングが2つほどあります走ってる時だけ飛行機音がするとかですねなんかトンネルの中入ったみたいなベアリング音する場合要注意ですねこのまずシールカラーを引っこ抜いてあげます ガイドピンやグリスが抜けないようにカバーの役割をしてくれてます。ここ、オーリングがついてますので、このオーリングを外してあげます。もちろん劣化したり細くなったり切れてる場合とかは完全に交換となります。このオーリングがしっかり生きてないと、ドリブンフェースのグリスがどんどん出てきて、左クランクケース内を汚していくはずです。ドライブベルトもありますので、グリスがつくと滑りますよね。 さあ次にスムーズに動くか確認をしてあげてガイドピンを外していきますこれですねカポンと外します合計3つありますので3つとも外してあげますこのガイドピンの溝が非常に大切で変速の滑らかさに関わってきますへの字型になってたり直線だったりバイクによって異なりますそしたらガイドピンを外すとムーバブルドリブンフェイスとドリブンフェイスに分けることができます先ほど言ったムーバブルの方のガイド溝 ここに変な摩耗を広がり段付きがないかそしてトップにグリスを止めるシールがありますのでこれの劣化もチェックですねあとは残るドリブンフェースの中にベアリングが2つありますのでそれを外すとバラし作業完了となりますこの裏面にローラーベアリングであるニードルベアリングがありますそしてベルトの当たり面フェース側にドライブフェースベアリングがありますまずはこの裏のニードルベアリングを外してあげる必要があります外す工具はベアリングプーラーがあれば大丈夫です 私の持ってるのはこれですね。もしくはアダプター1つあれば大丈夫です。アダプターかまして裏から押し出しても大丈夫ですね。これめんどくさいので、今回その方法でいってみましょうか。まずはアダプターの20ミ、mm、リを取り出してあげます。これですね。はめ込んで中から広げて引っ掛けるやつですね。グッと押し込みます。グイッと。これを中から広げると外れないですよね。あとは引き上げると。この本体を使って両サイドにかまして。 ねじ込みながらねじ込むイコール引き上げる。プーラーですので当然引き抜き工具ですので引き抜く形ですね。ただアダプターもつけてしまえばですね、後ろから押し出す方が簡単ですので、とりあえずこれで中を広げてあげて、かっちり引っ掛けてあげます。これでもう抜けない形ですよね。ガチッと引っ掛か,かってます。ぐいっぐいっと。こんな感じですね。で、貫通してる場合は後ろも穴が開いてますので、後ろから押せますよね。 こっちから押す方がもう早いですねもちろんハンマー使ってもいいですけど今回はプレス機で押し出したいと思います圧入も同じですね圧入は今度ハンマー使ってみましょうかね別のやり方の方がせっかくですのでベアリングの当て面にはベアリングレースシールドライバーを使います後ろもベアリングありますのでギリギリ入るなるべく大きいサイズがいいですよね当然受け板はこんな感じで貫通させないとですね下に落ちていきますあとはなるべくセンターを意識しながらプレスしていくだけです もちろん全然ハンマーでも構いません。ただハンマーの場合ですね、これいくら中華製の安いプレス機とは言え、言っても人間よりは正確と私は思いますけどね。まあどちらでもいいです、別に。特にアルミ合金に打ち込むわけではないので、これ硬いんですよ。クラッチのドリブンフェースはかなり頑丈にできてますので。そしたらギコギコと押していきます。ゆっくりですね。 今抜けましたね。これでニードルベアリングの方の抜き取りが完了です。アダプターを外してあげるとわかるんですけど、こちらのベアリングはローラーベアリングになってます。よくカメラのジンバルとかスタビライザーとか正確な動きを要するようなところに使われるやつですね。まあ、ベアリング全部そうですけど。 これは取り付けの時は中にオーシールが内蔵されていて向きがありますので注意ですね。まあ、取り付けの時の話です。そしたら次はフェース側にあるこの筒状ですね。この手前にあるベアリングを外すんですけど、こちらの裏側、今ニードルベアリングを外したのでスナップリングが奥に見えます。これを長めのスナップリングプライヤーを使って外していきます。ちょっと老眼なのかもうスナップリングの穴が見えないんですよ、私。 ですのでかなり時間かかりましたがグリグリグリとしっかり一度掴んだら離さないつもりでグイッと引っこ抜きますやっぱ年にはかなわないですねここはですねグリスがしっかり重鎮されてますのでべちょっとなってますけどこんな感じですねこのスナップリングを外したらあとは全く同じやり方でドリブンフェイスベアリングですねこの奥にあるこれを押し出してあげるだけです このベアリングに関しては奥にありすぎるので引き抜くのはちょっと厳しいかないずれの工具にせよ押し出すしか無理と思いますスライドハンマー式のプーラーがあれば抜けますかねそしたら今ここからスナップリングを抜いたのであとはベアリングを外していくとこの順序ですねフェースの筒の頭のところですねここに入るギリギリのレースシールドライバーのアタッチメント当て部分を用意して あとは打ち込んでいくだけですね打ち込む打ち込むというか抜き取るというか押し出すですねもう全く同じ作業ですね下に抜けていきますここはですね筒の部分がベアリング幅である程度距離がありますですのでハンマーの人はゆっくり丁寧慎重に何回かに分けながらゆっくりゆっくり抜き出してください プレス機の人はセンター取りですね。意識しながら。もう抜けてますね。音が変わりました。グリスで粘着でひっついてるだけです。コーンと落ちました。これでドリブンフェイスベアリングの抜き取りも完了です。これも向きありのシールベアリングになってますね。当然シールがある方が外側です。グリス、べっちょりですね、やっぱり。 悪ければ交換とまあここまでする場合は何か悪いからここまで分解するわけなんですよねということでここからは点検洗浄組み立てをしていきたいと思います今バラしたドリブンプーリーのすべてですねこれがすべて洗っていきますゴム部分はラバープロテクタントですね他の部分はパーツクリーナーで洗浄してグリスをしっかり古いグリスをですね落としてあげてくださいベルトのスライド当たり面はさすがにドライブプーリーの時と同じで 段差の確認ですね。段付きがないか確認して、さすがに悪ければ交換しないとちょっと良くないですよね。で、ゴム部分、オーリングやシール、3つありますので、ここに、ラバープロテクタントで洗浄してあげると、当然交換が一番いいです。当たり前の話です。あとは、ムーバブルドリブンの方は、どうしても溝ですね。横にあったガイド溝のところ、先ほども言いましたけど、ここの削れもありますので、こっちの方が消耗激しいかな、やっぱり。 そしたらシールカラーで押さえ込むオーリングを装着していきます。ムーバブルドリブンプーリーの一番奥ですね。横から見るとここですね。上側のオーリングと合わせてグリスを押さえ込んでます。エンジンオイル塗布のところもあるんですけど、今回はまあまあグリスで全部いきたいと思います。しっかりとオーリングを装着したのを確認して OK ですね。これで OK です。そしたら残るもどんどん洗浄していきます。 ウアリングの方は使える人が再利用すると思いますので古いグリスを落としてあげて新しいグリスを再充填してあげるという形ですね大事ですのでしっかりとチェックしてそしてドリブンフェースドリブンフェースはもちろんベルトの当たり面段付き確認してしっかりと洗浄してあげると最後にドリブンフェースウアリングこちらはシールがあってグリスが埋め込まれてるイメージですね感じですよね ですので、奥の方までグリスありますので、しっかりと洗浄してあげて、まあまあ、もちろん交換が一番です。もう当たり前なので言いませんけど。で、えー、もし再利用する人は、後ろ側のシール部分に関しては、ラバープロテクタントで一応洗っておくという感じですかね。これで分解、点検、洗浄と終わりましたので、残るは組み立て作業です。組み立てで一番重要なのは、グリスの重点ですね。まずは、モリブデングリス、またはモリブデンラバーグリスを用意します。 私はですね、以前リメイクさんよりトルクカムプーリー用のグリスを提供していただきましたので、これを今回は使用してみたいと思います。ゴムを置かさないタイプのグリスですので、モリラバー系かなとは思います。ゴリゴリ駆動系に強い方ですので、気になる人はアドバンテージワックスで調べてみてください。そしたらグリスを充填していきます。ここのドリブンフェイスベアリングは塗るというよりなんか詰め込む、埋め込む感じですね。もうグリスを充填しますのイメージです。こんな感じですね。 ドリブンフェース内側には7から 8g のグリスを詰め込んでいきますまあここも込みですねそして次はニードルベアリングにもグリスを塗布していきますたっぷりですねこちらはローラーベアリングですので塗るっていう感じですねどちらのベアリングも向きがあると言いましたよね取り付け圧入の時は向きを気にしながらしていきますこんな感じですねたっぷりと塗り終わったら次はドリブンフェースの筒の内周面ですね こちらにもグリスをたっぷりと塗布していきますここの裏から見た 2cm ぐらい奥からドライブシャフト接触位置ですのでたっぷりとグリスを塗布してあげます目安としては全体で7から 8g となってますそしたらグリスの充填も完了しましたのでこれでもベアリングを圧入して組み立てていくだけですねフェース側にシールが向かないといけませんのでこのままこの向きのまま落とす感じですねシールを下にしてスコーンと垂直に落としてあげる形です ひっくり返ったら、ぐりぐりと戻してあげて、黒いシールが表側、フェース側ですね、になります。この状態ですね。ですので、レースシールドライバーで打ち込みますので、グリスまみれになっちゃいますね。これはもうしょうがないです。先っちょのアタッチメントは、この内径を引っ掛ける正しい向きでしてもいいけど、広い面でした方が、なるべく奥行きがあるので、ちょっとどちらがいいかわかりませんが、私はこっちの方法でしました。 先ほどはプレス機使いましたので次はハンマーでしてみましょうかねちょっと画面右側申し訳ないですガチャ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 気が回らなかったですね本当申し訳ないうるさいですねでこちらから見てもうちょっと隙間ありますのでしっかりと奥までですね当たるまで打ち込みます 裏から確認して隙間なければ OK ですただもうちょっと目が見えないとい,いいですね念のため打ち込んでこれで完了ですしっかりと全周隙間がないことを確認して次は裏からスナップリングをはめていきますこれですね長いタイプのスナップリングプライヤーがあると楽ですだいぶ奥の方にありますので斜めにならないようになるべくですね まあ斜めになっても後で押し込んでいけば大丈夫ですのでここは念入りにきちんと確認して何度も何度もですね、ちょっとしっかりと押し込んであげてちゃんと溝にきちんとはまっているかですね。確実にはまってないとシャフトの回転部と当たりますので危ないですので。 確実が自分の中で取れるまでしっかりとですね作業してみてくださいで今私何度もしてますよねこれ <laughs> ちゃんと見えてないんですもう目が悪いですねほんとなのでしっかりと押し込んでまあいいです自分の中で確実が取れるまでしっかりと押し込んであげてください OK ですできましたこれでハマってますね スナップリングの外周が全て半分ぐらいまで埋まっていればちゃんとはまっている証拠ですね、溝に。また取り出すのはめんどくさいですからね。そしたら次がニードルベアリングですね。これは刻印がありますので、その印字、焼き刻印かな。この刻印文字がある方が上側ですね。中を除くと片側によってオーリングがあります。そのオーリングがある方が外側になります。 これくるって回すとここ刻印なんか見えますかねちっちゃい文字もうちっちゃくてですね正直カメラで撮れてるかどうかの確認もわかりません一か八かでしたけど、まあ、この文字がある方がとにかく上側という形で覚えておいてくださいあとは同じようにレースシールベアリングで打ち込んでいくだけですねこちらは外枠より 1mm2mm、mm、深く刺さりますので内径を合わしたアタッチメントの方がいいです まあ、いわゆる正規のやり方ですね正しいやり方の方ですきちんと水平取れてることを確認して OK ですねいい感じですこっから一気に行きますダラダラすると良くないですね一気に行った方がいいです奥の溝壁がありますのでそこに当たるまでかなそこから先は進まなくなりますので もう少し隙間がありますさっきより入りましたねこれで OK ですあ、ここに見えますねちょっと見えましたしっかりと両方ともベアリング入っていることを確認して完了ですねあとは2つを合わせて組み立てていきますここからは通常エンジンオイルを用意しますが私はせっかくいただきましたので 今回はグリスでいきたいと思います。グリスをうっすらとドリブンフェースの筒、外面に塗っていきますが、基本的にはこちらには塗りません。塗るのはムーバブルドリブンフェースの筒、内面ですね。こちらがメインになります。というのも合わさった時に、オーリングがベルトの当たり面にガンガンにグリスを押し出しちゃうからです。あくまでムーバブルドリブンフェースの筒、内面ですね。本来はここにエンジンオイルです。もちろんグリスでも大丈夫です。どういうことかというと、そのまままグリッと。 と入れていくと当然 O リングがありますのでこんな感じでベルト収納部に全て押し出されますですのでこちらは全て脱脂ですねあとはムーバブルドリブンフェースをちょっと浮かしてあげるとガイドピンをしっかり入れやすくなります穴を合わしてこの穴にガイドピンを3つ入れていきますここのガイド溝に関してはグリスをしっかり充填しないといけないです目安としては 1.5g から 2g となってます この上からさらに O リングで挟まれたカラーで押さえますので、たっぷり塗ってても大丈夫です。そしたら全部はめ込んでいきます。押し込むだけですね、ただただ。で当然またはみ出てきますので、ダッシュ最後にしてもいいんですけど、ちょっとここでパーツクリーナー使って綺麗にしておきます。シュッシュッシュッとここにベルトが挟まりますので、ここにグリスがあると当然ベルトは滑っちゃいます。 そしたら最後ですね、次はシールカラーを用意してこの内面にうっすらと塗ります。今度は先ほどとは逆でですね、こちらは内面はうっすらです。少しで構いません。メインはムーバブルドリブンフェイスの外側ですね。で、オーリングとオーリングの間、ガイドの溝のところですね、先ほど言った。この状態でカポンと被してあげます。はみ出たグリスは同じように除去していくという形ですね。 しっかりと念入りにはみ出たグリス除去してあげてドリブンプーリーの完成ですねそしたらあとは残りのクラッチ側の部品避けておいたやつですねまずはドリブンスプリングクラッチアッセンブリナットですねどんどんクラッチを作っていきますフェーススプリングはこのままかぶせる形ですカラーがある方が上側ですねあこれ洗うの忘れましたねまあいいですけどそしてクラッチーをかぶせます このままスプリングを押さえてナットを止めていく形ですね。この薄型ナットのため必ず手で締めていく方が良いです。クラッチコンプレッサーがある人はもうバイスで縮めてあげて作業できますけど、持ってない人はこんな感じで押さえ込むしかないですね。しっかりと溝を合わしてグイッと押さえて、なるべく素早くですね、可能な限りで構いませんので、安全が第一です。手離すと危ないですので、 必ず手締めして舐めないように絶対に最後は5 4ニューートンメトルで締めると私はちょっとこれバイスないのでトルクレンチ使えませんので持ってる人はですねトルクレンチで5 4ニューートンメトルで締めてクラッチ側の作業も完了となりますそれで最初の部品外しの状態に戻りましたねクラッチドリブンクラッチアウターワッシャーナットですねあとは車体に取り付けていくだけです もうここからはパパッと作業していきたいところですけど一つだけ前回動画アップした時に便利の駆動系の場合ベルトですね特にドライブプーリー側画面でいう左側ですね空冷班の内径側にもギザギザの山がありますので取り付けの時 ベルトの取り回しに注意が必要です前回動画の時に視聴者様に言われて気づきましたけど私もここ痛い目見たことありますまずはムーバブルドライブを挿入します便利はベルトの当たり面が手前ですねそしてプーリーボスを入れますここまでは普通のホンダ車と同じですよね 本来このままドライブプーリー側全部完成させた方が確実ではありますけどまあ私の場合はいつもこっちなのでクラッチにベルトを通して先にクラッチを入れてあげます手の力でグイッと曲げ込んでベルトをなるべく内側までですねクラッチの内側ギリギリまで持っていきますまあ手離すともちろん外側に来ちゃうんですけどねこのままクラッチはドライブシャフトに入れてベルトはプーリーボスの上へ持っていきます その上からドライブフェースを挿入します。ギザギザは必ずかませることですね。あとはファンも同じです。ファン、スターターラチェット、ワッシャー、ナットの順で装着していきます。この時にベルトが低速側、プーリーボス側に来てると、プーリー側のギザギザが噛んだり、ナットが斜めにしまったりすることがあります。ですので、ここ、クラッチを握ってベルトを緩くして、ベルトをプーリーの外側に持っていきます。 赤い点線けけてますけどこんな感じですねこの状態で仮止めをしてあげます便利の場合はこの作業必ずした方がいいですあとはギアホルダー系で固定して59ニュートンメートルで本締めをしますやり方はいろいろでも構いませんけど一つ言えることはクランクシャフトはネジ山舐なめてしまうと腰下開けるというとんでもない作業になります十分丁寧にする必要があります これでプーリー側は完了ですね。あとはクラッチ側です。クラッチアウターをかぶしてあげて、これは便利はワッシャーが付いてますね。ワッシャーを入れてナットを締めるとこっちにワッシャーが付いてる車両ってあんまりん見たことない気はするんですけど、まあついてます。最後はユニバーサルホルダーで固定して49ニュートンメートルで本締めをして完了となります。 OK、ですね。そしたら最後はカバーをかぶしてキックペダルまで取り付けすればすべて完了ですね今回は指導に必要なスターターピニオンギア触りませんでしたけどここですねカバーもしっかりはまってることを確認して左クランクケースカバーをかぶしてあげますフックのところはアクセルワイヤーでしたよねそしてこのケースノックピンは一番右上と一番左下についてますのでこの2箇所をガチッと合わしてあげてしっかりと奥まで押し込みます あとはボルトを止めていくんですけど、私ちょっとここで編集してて気づいたミスがあります。画面下側の2箇所のボルトに関しては、このブレーキワイヤーですね、このステーがありますので、一緒に止めてあげないといけないんですよ。皆さんはお気をつけください。そしたら8ミ、mm、リで全部対角線上にですね、右上したら左下、左上したら右下という順番で、 バッテンを描くくように締めてていいってくださいここは私はもうトルクレンチ使ってません救急々に締め付けないように気をつけてくださいけどしっかりと締めると OK ですねそしたら見えませんので忘れないように次はアクセルワイヤーをフックに引っ掛けるでしたよね下から覗くとすぐ分かりますそしてこのちっちゃめのカバーまずはこちらをつけると 8mm 頭ボルトが2つ そして、このボルトを隠すように、大きいカバーがつくという形ですね。こちらは六角穴付きボルトでしたよね。キック穴のところを通して、六角レンチを使って締めていきます。グイ、グイ、グイッと、三つですね。そして、最後にキックペダルの装着です。これ、私、向きを、向きというか角度を最初、こうしてたんですよね。この付け根の太い棒が地面と平行になるようにしてたんですけど、どうもですね、上のここ、ちっちゃいところ、 ここが地面と平行になるのが正しい付け方みたいですね。まあこれをしたからといってバイクは速くなりません。どちらでもいいんですけど、あとは上から12ミリでキックペダルの固定ボルトを締めて完了です。締めた後はキックを必ず踏んで確認と。OK ですね。しっかりと噛んでます。スターターラチェットと噛み合うところですね。ちょっとグリスは切れて戻りませんが。 としたらこれで今回の作業ホンダ便利50プロ110べて共通です指導装置とファイナルリダクションを除く左クランクケース内一般消耗駆動系オーバーホール完了です ご視聴ありがとうございました部品情報、訂正情報などは概要欄の本編詳細リンクを必ずご確認くださいその他動画にない情報などは Twitter、Instagram、ブログにて随時更新中です